逃げないから捕まえちゃったよ。ちょ、何言って。それとも捕まえられたかった？今日のお礼にね。おい、起きろよ。はい、サンドイッチベーコンレタスサンドいかがですか？わーい、元気だな、本当に。俺の名前は新藤蓮。親戚の頼みで数時間だけ子供を預かることになった。子供は嫌いじゃないけど、子も自由だとどうしていいか悩む。というわけで俺は助っ人を呼んだ。はい、捕まえた。こいつは幼馴染の橘樹。さっきから慣れた様子でどんどん女の子と仲良くなっている。今度はお兄ちゃんが逃げる番ね。はい、いいよ、銃数えてね。正直月を呼んでよかった。子供と遊んでくれて助かったってのもあるけど。じゃあちゃんと挨拶してね。手を合わせて、いただきます。はい、あーん。おいしい？うん。レンの作るご飯はおいしいね。そうだね。どうも。あ、食べさせるのうまいな、いつき。え？ああ、妹がもっと小さかった頃、よくこうやって食べさせてあげてたんだよね。いつきが来てくれて本当に助かった。でも、それだけじゃなくて、普段と違ういつきの一面を見て、俺は密かに浮かれていた。ご飯、おいしいね。うん。このご飯はね、レンお母さんが作ったんだよ。お店のご飯みたいだよね。なんだよその呼び方。何って、今日だけはレンがお母さんみたいなものでしょ。なんで俺がお父さんじゃないんだよ。だって僕がお父さんだもん。すっごくおいしい、ママすごいんだね。な、ママってすごいね、まあまあ。どうもおかわりもあるからな。わーい、これ食べ終わったら3人で遊ぼうね。ね、ママ。その呼び方やめろ。ママでしょ。僕はパパね。はい、行ってみて。いいから黙って食べろ。ほーら、行ってみて。だから。喧嘩してるの？してないよ。パパとママはとっても仲がいいからね。ね、ママ。そうだな、パパ。よくできました。これは子供の相手、子供の相手。待て待て、捕まえた。だいぶ仲良くなったね、二人とも。パパ嫉妬しちゃう。何言ってんだよ。ほら、次は俺たちが逃げる番だぞ。楽しんでる二人、かわいいね。いや、なんで俺まで撫でてんだよ。だって可愛いんだもん。お前。ん？タッチ、パパが鬼。あ、やったな。そーら、待て待て。さっきはどうなるかと思ったけど、楽しそうでよかった。それにしてもいつきのやつ、いつもと違う顔が見られるのは嬉しいけど、さっきから俺をからかってないか。ね、うん、捕まえた。え？逃げないから捕まえちゃったよ。何言って。それとも捕まえられたかった？いや、違う。レン君、お友達のいつき君、今日はありがとうね。どうしても休めない仕事だったから助かったわ。いえ、よかったです。俺は何も。本当に俺一人じゃどうにもならなかった。いつきがいてよかったな。レン、すっかりこの子と仲良しですよ。またいつでも。本当にありがとうね。あれ、お疲れ。それなりに。いつきは余裕だな。そうだね。楽しかった。仲良くなれてよかったよね。
レンと結婚して子供作ったらこんな感じなのかなって思ったよ。え？おお、よちよち、パパとママでちゅよ。な、いや、男同士でどうやって子供作るんだよ。さっきから俺をからかってないか？からかってなんかないよ。俺の頭撫でたり。ああ、あれは本当にレンのことただ可愛いって思ってどさくさに紛れてやっちゃった。可愛いって。あ、ねえ、もう一回言ってほしいな。何を？パパってやつ。ま、言うか。やっぱりお前からかってるだろ。違うよ、レンの恥ずかしがってる姿が見たいだけ。違わないだろ。ね、いいでしょママ。もうやめろって。今日のお礼にね。あ、パパ。よくできました。今日のお礼だから。じゃあ僕からもお礼ね。な、何すんだよ。いつきに振り回されるのは嫌だけど、こういう一日も悪くない。それから、いつきのいつもと違う顔にときめいたことは秘密だ。まったく、こいつにはかなわない。